徴用工をめぐる韓国の最高裁判決を受けて河野外務大臣はつい先ほど韓国の韓ファ外相と電話で会談し韓国政府に適切な対応を取るよう強く抗議しました法的基盤が非常に根本から損なわれたということを日本としては非常に重く見ているということを伝えると同時に えー、韓国政府に対して、えー、しっかりとしたあ毅然とした対応を取るようにいい求めました,また河野大臣は日本企業に不当な不利益を及ぼすことがないよう期待したいと述べましたこれに対しカン・ギョンファ外相は韓国政府内で対応を協議していると述べたということです